皆さんこんにちは。ライブ配信企画アルシェの弓ができるまでをご視聴いただきありがとうございます。工場長の鈴木忠です。今回はアルシェの松ヤニの作り方をご紹介したいと思います。松ヤニは弓の機能を引き出す重要なアイテムです。アルシェではフランスの伝統的な製造レシピに基づいて自社で手作りで松ヤニを作っています。それでは本日実演してくれるスタッフをご紹介します。高田陽子さんです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。弦楽器を弾く上でなくてはならないのがこの松ヤニになります。松ヤニはこの替え毛の毛の表面のキューティクルに松ヤニを入り込ませることによって摩擦力が生じてちょうどいい具合な感じなのを保っていい音を奏でてくれます。でその摩擦の引っかかり具合でだったりですとかその手応えっていうのは人の好みによりけりというふうに聞いています。先日文京楽器さんの方で松ヤニによる弾き比べをしてくださったんですけれども渡辺貴子さんが弾いてくださって率直な感想とかも述べてくださっているのでどうかそちらも視聴していただければと思います。では作っていきたいと思います。松ヤニのまず原料なんですけれどもベトベトしてしまうのでいつもこうして手袋をはめて作業をします。このペール缶に原料がドラム缶で来たものを小分けにしてこのように砕いて保管しています。ちょっと湿気に弱いのでシリカゲルを入れたりしています。原料なんですけれどもお手元カメラでこのような、もっと大きな塊なんですけれどもこちらを砕いて、このような大きさでしたりとかこのぐらいの大きさに砕いて保管はしています。それを計量していきます。今日作るのはソプラノになります。ソプラノは一番煮込む時間が短くてちょっとサラサラしたような出来上がりになります。こちらで適当な大きさのものをカップにこのように手元にこのように入れていきます。泡が出ないようにするには直前に砕いた方がよろしいです。計量が終わりましたので次はこちらをこの鍋のいつもはこの全部鍋に入れるんですけれども今日は一つ入れたということでこちらの方に入っています。今日ちょっと3分クッキングのようにポイントポイントでお伝えしていくのでお願いします。で次にある程度の時間が経過しましたら攪拌といってかき混ぜます。こちらは粘りを引っかかりを良くするためのものが入っていたりするのでそれが均一に混ざるようにこうぐるぐるとになるようにというか均一になるようにしていきます。こちらが攪拌の様子です。
攪拌したらまたある程度時間で煮込みます。そうしましたら時間が経ったらば今度は型に流し込むんですけれども、型は八角形になっていて、この八角形というのは角弓の断面図の八角形ということです。で、8っていう数字は日本でも縁起のいい数字で好まれてますし、西洋の方でもお城があったりですか、教会が建てたりとかして好まれている形になっています。で、中に入っているこのコルクなんですけれども、1時間ぐらい乾燥機の中に入れて乾燥させたものを使います。乾燥させてないと泡の原因になったりとかするので、ちゃんと守るようにしています。では手袋を変えて、流し込みをしていきます。高さが決まっているので、そこに目印をしてあります。そこにこういったものをドロドロしているのを流し込んでいきます。乾燥させていても泡が出てしまう場合があるので、こちらはバーナーを当ててあげるとこのように消えます。表面張力が出るようにゆっくり入れます。使い終わったカップはメタノールに入れて洗浄します。で、そうしましたら次は型からの取り外しをします。で、先ほどその流し込みまで終えたものがこちらにあるので、こちらで取り外し方を説明したいと思います。では端からちょっと端に転がってしまうと欠けてしまうので、ちょっとタオルを引いて、で、この底を上げるよう、押してあげるように、仕上げるようにして、スポンと抜くと、このような松ヤニがきれいに出来上がります。これを1番のところから置いていきます。この時にちょっとここがとんがってしまったりすることもあるんですけれども、こちらはちょっとカッターで落としたりとかして
火で炙るとすぐその面がなだらかになるので、そのようにして整えます。ここですね。こちらは、ものにもよるんですけれども、今ソプラノを作っているんですが、こちらは20分ぐらいでこのような状態になります。20分以上置けば外すことができるという感じでしょうか。あとアルトとテノールはちょっと柔らかめなので、もう少し時間を置いて、40分ぐらいとか、あと季節によっては夏はちょっと香りが悪かったりとか、そういうこともありますので、季節に応じてそれぞれその時間前後で取り外すようにしています。そしたら次は、包装になります。包装は、点検検査が終わって、1日以上置いた状態で包装にかかります。包んでしまって形が歪んでしまったりとかすることがないようにというのが理由です。でこちら の包み方なんですけれども、アルシェでは5種類の松ヤニを扱ってまして、エチュード、ソプラノ、アルト、テノール、バッセということなんですが、この4つは日本的に風呂敷風な包み方になっていて、4回折ればすぐに取り出せるというか形になっているので、簡単でシンプルでよろしいのではないかと思います。では先ほどコルクシートを引いたと言ったんですけども、そのコルクシートは両面テープになってまして、ここが剥がせるようになっているので、こちらをまず剥がします。そしてこの松ヤニのケースの、この点目印がついているので、ここに合わせて、これが剥がれないようにここをキュキュキュと押さえて、で先ほど申し上げたように4回ですね。今度新しいサテンシールでこの包み方の順番が書いてあるので、このように左から1、2、と下ですね、下、そしてちょっとへこませて上と巻いて、通常でしたら私どもでは製造番号というのを後でこう何かあった時に終えるように製造番号のシールをこちらに貼って、でこの紐でくるっと巻いて、このボタンを一周すると出来上がりということになります。で保存方法なんですけれども、ワインが171本入るワインセラーというのがありまして、ワインの大型冷蔵庫のようなものなんですけれども、こちらで温度管理をしながら保管をしています。冷蔵庫ではちょっと低すぎてしまうことがあるので、そちらでストックしているようにしています。今後も一つ一つ丁寧に品質を最優先にして作っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、高澤さんありがとうございました。皆様お楽しみいただけましたでしょうか。本日はここまでとなります。アルシェではメーカーホームページにて製品のコンセプトやブランドヒストリーを紹介しております。また、公式オンラインショップもありますので、ぜひご覧ください。それではご視聴ありがとうございました。さようなら。